バナル菩薩マンダラバナルは古代インドの仏教僧侶、バラモンの家系に生まれ、学僧として活躍し、議論を好んだ。当初は仏教を非難していたが、不法像第十一人目の府、ナシャに論破され、舌を切って謝罪しようとしたが、諭されて仏教に帰依し、不教するようになった。聡明で知恵があり、中インドの歌詞城において、天付の資祭を持って民衆をお経を決したときに、 釈迦の弟子であるラッタパーラをモデルとして、擬曲を作り演じたところ、多くの市民を強化し、皆それを聞いて、無情を悟り、500人もの王子や人々が出家したため、王はついにこの擬曲を演じることを禁止したと言われる。後に、大月四国のカニシカ王が中インドを征服し和議した、結果、この王に伴われ、北、インドへ赴いた。カニシカ王の保護のもとで、 仏法を宣教して民衆から尊敬され、太陽のように徳のある人という意味で、孤独美と継承された。彼の伝記などは、バナル菩薩殿や、不法造因年伝などに詳しい。多く現代語訳、仲介も出されている。バナル本人の作であることが確実とされる作品には、以下のものがある。他に、王相言論行、混合バリロン、チボンさんなども、彼の著作と伝えられるが、 その真偽については古来議論が続いており不明である。大乗期神論や大操次元文本論については2世紀よりも後の時代の作品であることが明らかである。ありがとうございます。